二塚山古墳は、岡山県瀬戸内市牛窓町下忍部にある古墳。形状は、前方公園墳。岡山県指定史跡に指定されている。古墳の所在する丘陵牛窓オリーブ園から望む。左上の黒島に、黒島一号墳、中央右の丘陵に、かゆみ山古墳が所在し、中央の丘陵跡に、波歌山古墳が所在した。 岡山県南東部、牛窓湾の生端において、入り口を訳する、丘陵上に築造された古墳である。牛窓湾では、本古墳のか四角山古墳、波歌山古墳、牛窓天神山古墳、黒島一号墳の前方公園墳五基が湾を取り囲むように映像されたことが知られ、本古墳はそのうち最生端に位置する。これまでに発掘調査は実施されていない。 噴形は前方後円形で前方部を南東方に向ける。噴球に断地は認められない。噴球表面では円筒派庭、軽承派庭が認められるが、吹き石は認められない。主体部の埋葬施設は公園部における左肩袖式横穴式石室。石室全長は12メートル以上、原室は長さ7メートル、幅2メートル。 高さ1.7メートルを測る。出土遺物としては、埴庭の他に、水晶性、庭の玉、水液がある。この二塚山古墳は、石質形態、出土埴庭、出土水液より、古墳時代後期の6世紀後半頃の築造と推定される。牛窓の前方後円墳5基のうちでは、最後の築造に位置付けられ、他の前方後円墳4基とともに、 当時の牛窓湾の港湾としての政治的重要性を示す古墳になる。古墳域は1956年に岡山県指定史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り。ありがとうございます。